レディース&ジェントルマン、紅白のものしか食べられないもの生活。あちこちおちです。みっちゃんです。あみちゃんです。さあ来ました、今回もカラー企画。いや分かる、はい、いや分かるよ、分かる、何回もやってるから。何回もやってるから、何回もやってるから分かる、はい、いや、はい、紅白生活っていうのも分かる、はい、で、ドミちゃんが赤で私が白なんだよね、はい、あなたは、はい、僕はどっちもやります。え、どういうこと。はい、どういうこと。赤も白も食べるってこと。そういうことです。こっちは白、こっちは赤を食べます。あー、なるほど。右顎と左顎ってことですか。そういうことです、ね、なるほどね、まあ、新しいね。あれだね、新しいよ。これだから一人一色だったやん、うん、俺二色だから。というわけで、はい、まあ各々もうカラー決まってるから、はい、まずは朝食、昼食、夕食、それぞれ食べていきましょう。はい、それではまず朝食からいきましょう。朝食一品やってきました。それではドーン。まずはじゃあリーちゃんからいきましょう。あ、はいはい、私はこちらです。じゃじゃーん。なんだこれは。まあ私結構定番なんですけど、はい、食パンなんですけど、はい、いつも結構卵系が多いんですけどね、はい、今回も卵の白身にしようかと思ったんですけど、はい、モッツァレラチーズにしてみました。モッツァレラチーズ、美味しそう。ちょっと外端に、あとはまあ牛乳ですね。あ、なるほど。もうザ朝食って感じで。あ、オッケーです。じゃあ次はドミちゃんです。じゃあドミちゃんのあーあーあー、帽子が。さあドミちゃんの朝食は、はい、でん、はい、私はヨーグルトにいちごジャムをのせたものと、いちごトーストです。すごい赤。この人パクってきました。え、なになに。私の食パンパクりました。え、パクった、食パンをパクった。はい、ん、何のことですか。返してください。私に返してください。それあなたパン、私も白食べれるからね。あー、そっか、そういうこと。二人のやつも食べる。あ、俺の映っちゃった、俺の映っちゃった。あ、うん、さあ、え、俺、はい、俺はこちらです。どどーん。え、何。サーモンと縁側です。え、あの、赤じゃないんですけど、オレンジなんですけど。いや、何言ってんの、赤ですよ。え、だってこの間の私のオレンジ生活でサーモン食べたもんね、はい、いや、食べてましたよ。いや、見てないんですか、その動画。あ、すいません、編集の方、これサイドもうちょっと、おい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 、ずるー、どっかでバレる。赤っぽくしてもらえると、サーモン、あのサーモン助かります。それでは食べていきましょう。でもよしさん、醤油かけられないですね。え、なんでなんで。そっか、それはいいでしょ別に。頼むよ、それだけは。こんな厳しかったっけ。じゃあ、せーの、いただきます。いただきます。さあ、食べるよ。おいしそう。わお、なんて言ったの。おーって、わお、この子の名前なく、わお、ぶりこしやがって。ちょっと牛乳の粘膜が俺に来るから全部。真っ白だから分かんない。いただきます。朝から、うん、朝からお寿司。うわ、うん、美味しい。いや、チーズも美味しいんだけど。え、これなんだっけ。下にかけてるマヨネーズ。あ、やば、調味料まで白、ちゃんとちゃんと、うん、美味しい。ドミちゃん、うまいです。うん、全部食べれんだ、それ。そんなゴロゴロしてて。ドミちゃんの胃よりでかいよ、これ多分。では、いただきます。あー、なんかこれマスの寿司思い出すわ。うん、え、これマス寿司じゃない。ちょっと濃いね。あ、でマスじゃん。え、マスじゃん、これサーモンじゃなかった、マス。うん、あ、オレンジだよね。編集の方、サイドちょっと上げてください。これマグロとかにする。あ、逆逆、こっちだ、ほら。オレンジなんで違います。いやいや、もうサイド上げちゃってるから、もう。いや、そっか、みんなみんなサイド上げてるよ。多分すごい色になってる、これ、うん。そういえば皆さん、うん、あの、ヨッツさんの訛りってエセなんですよ。うん、なんなの、そのあれは。なんか今日の朝来た時に、うん、なんだっけ、我慢してたんですけど、なんとかかよって突っ込んだんですよ。で、それが、よさだったら、いつもだったら、なまるじゃないですか、なのに、なんとかかよって、なんかすごい普通に言ったんですよ。うん、いや、でもたまにだから、標準語みたいになると思うよ、俺も。いや、でも、のみちゃん、よっちゃん、そんな頭いいわけないじゃん。まあ、そんなさ、計算で、その方言使える方が頭いいわけないじゃん。そうだよ。脳みその大きさ、こんぐらいよ。いったすぎ。確かに。どうなってんの、俺の作り。偶然か。偶然だよ。まだ標準語覚えられないんですね。はい、東京って何年ですか。6年目です。いや、圧すご、圧すご。でも全然ゆっくり食べて、ドミちゃんのペースで。ゆっくり食べていいよ。ゆっくり食べていいね。ゆっくりでいいよ。パワハラ。ちょっと待って、先輩の風吹かしちゃってるから、そういうことすると怒られるよ。でも先輩じゃん。あ、先輩か。うん、うん、ドミちゃん、ドミちゃん、俺先輩、先輩、先輩、うん、先輩、先輩、全然見てないじゃん、俺。こはい、というわけで、はい、完食。はい、ごちそうさまでした。というわけで、朝食終わりということで、はい、次は昼食ですね。はいよ、はい、撮影もあるんで、撮影してから朝食食べていきましょう。はいよ。
はい、ということで私のお昼ご飯はですね、こちらのお餅を使っていきたいと思います。まあ、やっぱね、お正月といえばお餅だと思うんで、うんうん、まあお餅なんですけど、どうするかというと、はい、こちらをあげていきたいと思います。それは何ですか？ホイップクリームです。おお、甘い感じにするんですね。そうです。お餅、珍しい。お餅スイーツを作ります。美味しそう。おー、で、はい、さらにですよ、はい、こちら、はい、ホワイトチョコを刻んで振りかけていきたいと思います。 おしゃれ。細部まで真っ白ですね。ちょっとね、後で言うけどね、本当はね、もっとすごい予定だったのよ、こいつが。あ、そうなんですね。そう、ちょっとね、あるものが届かなくて、あ、後でホワイトチョコの部分がってことですか？そうなんですよ。チャ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 ーン、おしゃれ。完成。おしゃれ。こんにちはこんにちは、お昼の時間だよ。さあ、じゃあ、ドミちゃんから行こうか。いや、私、りっちゃんです。あ、ほんとだ、ごめん。ありがとうございます、間違えてくれて。ありがとう、間違えてくれて。そんなにピチピチに見えたら嫌だな、もうよっちったら、どうだ。さあ、行きましょう。ということで、はい、私はこちらです。おぉ、なにこれ。正月といえば、お餅じゃないですか。はい、お餅と、これなにこれ。あ、こちら、お餅と生クリームとチョコの、ちょっとお餅スイーツですね。合うんですか、これ。合うよ。え、だって、お餅だと甘く食べるじゃん。砂糖醤油とかつけて食べるじゃん。あ、まあ、そっか。でね、本当はですね、はい、私これに白いイチゴ乗せる予定だったんですよ。白いイチゴなんかあんの？なんですけど、はい、届きませんでした。あー、残念でした。めちゃくちゃ高かったんだけど。あー、残念だけど、まあ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 、はい、こんな感じで今回はまあ昼ご飯だけどちょっとスイーツ的な感じでやってみました。なるほどですね。はい、はい、じゃあ続いてはドミちゃん。でてーん、はい、何ですか？はい、私は赤色の海鮮丼でーす。うわー、はい、うまそう。タコとマグロとイクラです。やば、白ですけど。ええ、そうですか？これは真理。てか、これ紅白ですね、これこそ。あ、うん、これ私のご飯ですよ。返してください。それ返してください。ちょっと待ってください。返してください。それ私のですよ。これ何ですか？ちょっと、えじゃあこれ何ですか？俺のか、はい、じゃあ俺のを見せよう。はい、こちらです。ててーん、豚骨鮭ラーメン。めっちゃ案外やる気ない。何色生活これ？いやいやいや、黄色とオレンジ。すいません、あの、サイド。サイド、サイド上げたらこっちも上がる。黄色上がっちゃいますよ。じゃあ、サイド、白黒にしてもらっても。白黒、いやいや、やば。白黒テロップで赤とこれ、白っていう感じにしておいてください。はい、すいません。今からこれ、白黒になります。皆さん、ごめんなさい、僕のせいで。これめっちゃおもろいやん。ややこしいことになるんで。モノクロになってる。はい、もうこれモノクロになってます。なるほど、はい、やる意味。カラー生活なのに、うん、はいはい、なるほどね。じゃあ食べていきましょう。はい、せーの、いただきます。さあ、美味しそうだね。なんかあの、美味しそうでしょ。何、あの飲み会の後の締めって感じ。確かに超うまいですよ、それ、うん、フードコートの味。フードコートにあるラーメンの味。ミニラーメン。フードコートね。え、何？フードコートね。フードコートって何？俺フードコード、食べ物のバーコードのこと。俺フードコードなんて言ってないよね、ドメちゃんね。フードコードの味。フードコードにあるラーメンの味。うん、おいしい。おっ、完食しました。というわけで、せーの、ごちそうさまでした。はい、というわけで、続いて夕食ですかね。はい、はい、夕食まで、撮影頑張っていきましょう。なんと、夜ご飯何作るんですか？僕はですね、はい、こちらのパスタを、はい、チンして、はい、終わりです。レディス&ジェントルマン、夕食の時間でーす。パチ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 。おっと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 、見えちゃう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 見えちゃいますよ、見えちゃいますよ。さあ、それではじゃあ、りっちゃんのご飯を見せてください。じゃじゃーん、じゃじゃーん、おい。私はですね、白いシーフードカレーと白野菜サラダなんですけど、はい、おちょっと見てください、これ。あれ？これ白？あれ？これは真理じゃないですか、これは。あれ？これ見て。いや、これ白じゃん。はい。これ白じゃん。これは白ですね。これよ、出てきたの。え、これはさ、許して、私のせいじゃなくない？いや、まあ。だってこれを期待して買ってんだよ、私。はい。まあ。まあいいでしょう。ね。白ということで。でですね、はい、こちら野菜なんですけど、まあじゃがいもとカリフラワーね、まあ皆さんよく知ってると思うんですけど、こちら白いアスパラガスですね。ダダーン。白いアスパラガス。おお。ホワイトアスパラガス。白ってさ、はい、結構普通じゃん。はい。まあご飯も白だし、パンも白だし、白いもんって多いのよ。はい。でもそれじゃつまんないなと思ったの。おお。で、だから白い珍しい食べ物を探したのよ、私。なんだろう。まあだから今回この一応白いアスパラガスをね、うん、これはあのネットで買ったんだけど、はい、本
当はね、最初、うん、白のズッキーニと白のパプリカと白のミニトマトをね、そんな注文したら、はい、って見つけて、うわ、これだと思って届いたのが、うん、こちらですね、うん、種が届いた。うわー、やったこの人。うわー、うわー、なんでね、こちらをちゃんと種まきして、ええ、来年育って収穫したらまたこの白企画やりましょう。どんだけ待たせんの。さあ続いては、はい、いや俺の方がいいなこれ、うん、じゃあ私の料理はこちらです。ででパスタ、茶色と緑と黄色と、あ、確かに緑ピンク、赤白やってない。審査員の方ですよね。あ、そういうことか。あ、言うたら普通にご飯食べてる人か。普通にご飯食べてる人ってことですよね。あ、そうです。それならね、いいね。俺はもうあくまで審査っていうことで。はい。それだったらいいでしょ。はい。まあ、ついでです。私はついで。はい。じゃあ、いきますか、ドミちゃん。はい。じゃあ、ドミちゃんの持ってきたのは、こちらでした。うわー、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 グッピー。まあ、でもサムネで出てんだけどね。まあ、そうじゃん。言ったけど、ほんまや、サムネで出てる、サムネで出てるよ。うん、食べていこうか。はい、なんか食べにくい、顔がある、顔があるよ。さあ、はい、それではいきますよ。せーの、いただきます。さあ、ちゃんとドレッシングも白でね、買ってきました。本当だね。さあ、私は普通に夕食を、はい、よろしく。え、それそのまま食べたことないの、どみちゃん。私あんまりないですね。大丈夫だよ、いける。うわ、大丈夫、手切らないよね。手切れるから、それ待ってください。カニの中身って白じゃないですか。確かに。え、なんか取れなかった。ちょっと箸持ってきます。うん、シーザーサラダうまっ。シーザーサラダ、シーザーのこのドレッシングうまっ。あ、なんかでも白の野菜ってなんか冬っぽい。うん、なんか冬っぽくない、北海道っぽい。うん、そう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 。よし、ドミちゃんのカニでももらうか。うん、てかなんか、うん、ヨッチと二人だと全然会話弾まないね。そうだね、弾まないね、うん、どうしようこの時間、うん、気まずいね。気まずい。まあ、でも早送りしてもらえばいいんじゃない。そうだよね、うん、全部カットしてもらおう。うん、うん、お酢かければいいんですか、うん、これ。まあちょっとね。なるほど。お、そう、時間に、いや、それは違う、じゃあ、まあまあ、まあ、そのね、身だけでいいよ、つけるのはね。はい、はい、かけすぎ。いただきます。シーフードカレー久しぶりに食べたわ。そう、シェフ。うん、うまっ。おいしい。うまい、おいしいっす。うん、うまい。え、学校で一杯食うのなかった。え、なに、この丸々一匹、丸々一匹もらえる。食育の授業ですか。いやいや、給食、給食、給食で出る。そう、すごいね。今思ったらすごいな。いいな、富山。いいでしょ。はい、うん、でもなんもなかったよ。なんもなくはなかったけど、でもあんまなんもなかったよ、ね。まあ、あんまなんもないっす。私だって一番記憶残ってるのはホタルイカミュージアム。え、そうじゃない。いや、初めて聞いた。富山県民今大爆笑してますわ。うん、あとあれだよ、あのウオーズってとこに俺とはじめさんの絵があるから、はい、あー、そう、シャッター街描いてたね。シャッター街で絵描いてきたんだよ、うん、で、俺のでっかいメガネが描いてあるんだけど、俺がいないけどね。俺はいないけど、メガネだけある俺の。はじめさんが出身だったら、うん、すごいですね。あ、確かにね。あ、はじめさんが出身だからいいって感じ。やっぱ。まあでも、ちょっとはじめさんが出身だけど、よっちが出身のプラマイゼロで。おはい。本当のこと言うな。今から有名になってやるよじゃあ。おお。おお。おお。たまにぜひ戻ってきてくださいみたいなことで言われるぐらい知事に。今は？戻ってくんな。何もよりね。ホームページに載せたりしない。え、はじめさん。はじめさんとジェットさんは記載されてるんだけど、よっちがいない。うん、なんかしたじゃないの。そんな載せるほどでもないからかな。今の部分気まずいんでカットする。おい、カットするな。使ってくれ、頼むから。ごちそうさまでした。というわけで、これにて紅白企画終了。いや、普通に美味しかった。普通に美味しかったね、うん、ったで、いやだって、あなた普通にご飯食べちゃった。あれはでしょ。え、普通にご飯食べてた。私、ゲームマスターだからね。ああ、そうだね。GM、ゲームマスターですから。確かに、確かに。一番気合入ってるの見た目は。え、でもほら、司会っぽいもんね。そう、確かに。うん、マイク。うん、なんかアニメ出てきそう、こういう司会。そうだね。うん。うんうんうん。はい、というわけで、この動画が面白かったら高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。今日は動画を見てくれ
チャンネル登録もよろしく。